そろそろ出発。劉備の死後、そうか。ここの、そんなに孔明さん、ええ、な、ダメで、だったら、というわけで、中央部隊が敵の目を引きつけます。その隙に攻撃の準備をしてください。私たちは東を目指しましょう。一緒に来てくださいね。お仕置きよ。あなたに習いましょう。
生、ありがとうございます。私たちでこの復興を進めしましょう。我が知恵に勝とうなど肩払いたいわ。私は家族を守んなきゃなんないんだ。あんたみたいな小娘が負けらんないよ。何その背負ってますかね。私も家族のために頑張ってんですけど。素晴らしい戦ぶり。よし、お仕置き、我らも武名をあげるぞ。お仕置きよ。気持ちの強さには負けたよ。小娘なんて言って悪かったね。敵将打ち取った。さすがです。私もあなたに習いましょう。お仕置きよ。ここを確保しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。そうだね。いつか観察と象に乗って何ちゅうを旅したいな。え、これに乗って？そう、なんかかっこよくない？本当に君は太陽のように明るいね。観察がちゃんと笑ってるとこって初めて見たかも。そうかもしれない。私は君の明るさに救われているんだ。か、観測、それってもしかして私のこと？君を見ているとこの世に悩みなんてない、そんな気分になるよ。ちょ、それってどういう意味？待ってよ観測。
ては何も解決しない。そなた、この三国定立の時代、義軍そこで。はい。だが練習行ってま、敵は中方の投降で油断している。リクソンの作戦を皆で成功させるぞ。私は奇襲のため進軍します。内城の敵を排し、伏兵の準備をしてください。あなたはもしや、これは長領殿にお伝えした方が良いですね。面倒な相手を失礼しました。彼が長領に知らせる前に撃破しましょう。芝居率いる義の援軍が接近している模様。彼は知恵者、策に気づくかもしれません。芝居の到着前に奇襲を成功させましょう。散りゆく美しさが私には不要。またお会いしましょう。敵将討ち取った。お前ら何者だ。どこから現れた。慌てちゃって、不平を追ったため静かにしてもらわないとね。あと少しで関門に到着します。中の二周辺を開けてくれる算段です。飛行だ。どこからか。ここで何をする。彼らがいたわ。周辺は動けません。関門前の敵を撃破しましょう。こちらからお入りください。こいつは豪快だ。俺もこうしちゃ折れませんな。覚悟してください。五の精鋭の奇襲、受けていただきます。お前ら何者だ。どこから現れた。エンデ、芝居が到着した模様。お仕置きよ。早期よりの若月の負け避けた。本陣を狙え。一気に巻き返す。三の勇士たちよ、一気に敵を乗り込むのだ。お仕置きよ。まあ、お強いのですね。私も勇気づけられます。
よ。さあ勝負してもらおう。随分と暴れてくれたものだ。相応の覚悟はできているのだろうな。押し置きよ。Thank you.
押し置きよ。耐えられる。覚悟することも。レンシー。孫賢様。レンシー、怪我はないか。私は大丈夫です。すまぬ孫賢様、決着がついたとはいえ、総大将たるお方がこのような前線にいらしては困ります。しかし孫賢様のお気持ちはとても嬉しく思います。ですが、孫賢様を心配している方もたくさんいるのですよ。そうだな、お前にも皆にもいらぬ心配をかけた。その許してくれ。課せられた責任からは逃れられない。そうなった。